聞こえるか。こちらはいつでも正月の監査官。慈悲深い時の政府はまだ諸君らにも仕事があると言っている。詳細は送った。すぐに戦闘準備を整え集合。監査官到着を待て。以上だ。とまあ、建前はここまでとして、そこまで深刻にならんでもいいぞ。もう大体決まってるからな。やあやあ、出迎えご苦労。ここは甲府。時代は1868年、慶応4年の7月になる。まあ進め、詳しくはおいおい話してやろう。歌手清光入りますなんて。山奥が突然開けた感じだな。やあやあ、出迎えご苦労。ここは甲府。時代は1868年、慶応4年の7月になる。あんたが監査官？そうだぞ、よろしく頼む。てな。いって、なんだよ。今ので一度死んでるぞ坊主。油断をするな。油断？監査する側が危害加えるって、これ抗議、抗議するぞ。で、あれ、いない？何をグズグズしている坊主。常在戦場、戦いでは動き続けろ。はあ、バカにしてるって置いてくな。こっちが坊主ならそっちはジジイかっての。聞こえておるぞ。聞こえるように言いました。口だけは達者な。まあいい、お望み通り厳しく監査してやる。ほら、進め坊主。クソじじい。クソ坊主、緊張ばかりではいい刀とは言えぬぞ。ついたついたっと。山奥が突然開けた感じだな。やあやあ、出迎えご苦労。ここは甲府。時代は1868年、慶応4年の7月になる。あんたか、監査官ってのは。そうだぞ、よろしく頼む。てな。何のつもりだよ。うん、それでいい坊主。坊主じゃない、歌手。歌手清光。坊主は坊主だ坊主。常在戦場、戦いでは動き続けろ。だから坊主じゃないって置いてくし。こっちが坊主ならそっちはジジイかっての。聞こえておるぞ。聞こえるように言ったからね。まあいい、お望み通り厳しく監査してやる。ほら、進め坊主。クソジジイ。クソ坊主、緊張ばかりではいい刀とは言えぬぞ。この地で新選組の生き残りは新政府軍と戦い、
そしてあっさり敗退する。ところがだ、見てみろ、戦いは続いている。それも元新選組が優勢な状況だ。ということは、でここの何がおかしくなってんの？ここで新選組の生き残りは新政府軍と戦い、そしてあっさり敗退すると言ったらわかるか？沖田君が倒れた後。ところがだ、見てみろ、戦いは続いている。それも元新選組が優勢な状況だ。ということは、ここの何がおかしくなってんの？ここで新選組の生き残りは新政府軍と戦い、そしてあっさり敗退すると言ったらわかるか？沖田君が倒れた後ってことね。ところがだ、見てみろ、戦いは続いている。それも元新選組が優勢な状況だ。ということは、倒したか。ここからが本番だぞ。歴史を正すために、歴史の修復の糸口である新選組の生き残りと戦わねばならぬ。今さら始めてもないだろう。刀剣男子とはそういうものだ。何度でも何回でも戦いを繰り返す。誰が相手でもな。前に出ろ、戦え。倒したか。ここからが本番だぞ。歴史の修復の糸口である新選組の生き残りと戦い、そして、刀剣男子とはそういうものだ。何度でも何回でも戦いを繰り返す。誰が相手でもな。前に出ろ、戦え。何も言ってないだろう。坊主、それでもだ。そのための刀剣男子だ。倒したか。ここからが本番だぞ。歴史の修復の糸口である新選組の生き残りと戦い、そして、生身の人間が刀剣男子に対抗できるわけがない。つまりはそういうことだ。前に出ろ、戦え。愛される方が好きなんだけど、まあそれにしたって腹は立つ。それでいい、坊主。怒らないんだな。それでも希望は希望だからな。折れる折れぬはそこで決まることも多い。敵はこちらが古城に入ったことに気づいた。防戦しながら四金三宝を叩け。甲府城に侵入しろ。で、あそこに丘があるだろう。監査官はそこで観戦だ。そんな顔をするな。敵はこちらが古城に入ったことに気づいた。防戦しながら四金三宝を叩け。甲府城に侵入しろ。
あんたは決まっているだろう。監査官は感染だ。味方だよな。ともあれ、命じられるままでは坊主とてやる気が出ない。そこで一つ僕から褒美を出そう。褒美？そうだ、勝てたら究極的な愛され方を教えよう。おこれは本当だぞ。ほら、どこからどう見たって信じられる顔をしている。はいはい、じゃ頑張ります。ある意味そのためにここに来たのだからな。敵はこちらが古城に入ったことに気づいた。防戦しながら四金三宝を叩け。甲府城に侵入しろ。あんたは決まっているだろう。監査官は感染だ。さっきからうずうずしているみたいだけど。そうか、命じられるままでは坊主とてやる気が出ない。そこで一つ僕から褒美を出そう。褒美？そうだ、勝てたら究極的な愛され方を教えよう。おこれは本当だぞ。ほら、どこからどう見たって信じられる顔をしている。はいはい、じゃ頑張ります。ある意味そのためにここに来たのだからな。攻め寄せる敵を打破して進め。攻め寄せる敵を打破して進め。あいつら、甲陽鎮武隊を名乗ってくれちゃってるわけね。攻め寄せる敵を打破して進め。あいつら、甲陽鎮武隊を名乗ってくれちゃってるわけね。さあ戦え。さあ戦え。言われなくても気が進まんか。何を名乗ろうがこっちにはバレバレ。ただ腹は立つ。成り代わりだろう。戦え坊主。さあ戦え。言われなくても気が進まんか。いや、あがいものそのままにはできない。それだけ。そうか、では戦え坊主。取り付いたか。よし、その調子で行け。取り付けばこっちのもんだってね。よし、
その調子で行け。家臣清光、特艦します。取り付けばこっちのもんだってね。よし、その調子で行け。家臣清光、特艦します。この場はこれでしまいだ。誉れをあげろ。しかしまあなんとも、自分で戦った方がよほど落ち着くものだな。この場はこれでおしまいだ。誉れをあげろ。古い言い方。古くてもいいものはいい。年寄りはみんな同じこと言うんだ。抜かせ。行け坊主。この場はこれでおしまいだ。誉れをあげろ。古い言い方。古くてもいいものはいい。年寄り臭いって言われない。抜かせ。行け坊主。なんだなんだ、大砲を食らってるではないか。陣地を取られたな。またか。やれやれ、大砲との戦いはまだまだだな。敵も愚かではないということか。急がんと痛いぞ。やれやれ、まだか。生きてるか、あいつら。見事な働きだ。まだまだ動きに無駄があるな。不器用というか、なんというか、もう少しなんとかならんかったのか。次だ。敵に見つからぬよう進め。歴史上ここで死なぬ者も見張りの中にはいる。なに、よく見ていけばなんとかなろう。しかしまあ、よく頑張っていると思うぞ。愛を感じるな。
そう、愛こそ力だ。次だ。敵に見つからぬよう進め。歴史上ここで死なぬ者も見張りの中にはいる。分かってる。報酬忘れるなよ。そうだな。坊主、刀剣男子の強さとは何かわかるか？え？それは愛よ。突然何を言うかな、このジジイは。愛こそ力だ。覚えたらさ、行け。次だ。敵に見つからぬよう進め。歴史上ここで死なぬ者も見張りの中にはいる。分かってる。報酬忘れるなよ。そうだな。坊主、刀剣男子の強さとは何かわかるか？え？それは愛よ。突然何を言うかな、このジジイは。愛こそ力だ。覚えたらさ、行け。今度は成功してもらうぞ。愛こそは力だが、愛こそは我らを縛る鎖。何の話だと？さてな。さっきは突然何？愛こそは我らを縛る鎖よ。愛こそ力って言ってたろ。なのに縛られるの？ああ、僕ら刀剣男子はそうだ。さっきは突然何？愛こそは我らを縛る鎖よ。愛こそ力って言ってたろ。なのに縛られるの？ああ、僕ら刀剣男子はそうだ。では昔話をしようか。あるところにとても有名で有力な刀剣があった。その刀剣はその時点で十分に有名で十分に有力だった。坊主、愛されるだけでは全てはかなわぬぞ。それも覚えろって？そうだ、少しは成長したな。愛に果てはないが、命も物語も永遠ではないぞ。なんだよそれ、難しいことばっか。坊主、愛されるだけでは全てはかなわぬぞ。それも覚えろって？そうだ、少しは成長したな。愛に果てはないが、命も物語も
永遠ではないぞ。それがある時、その刀剣に荒唐無稽な俗説がついた。そんな俗説、少し考えればわかるだろうに。なぜ人々はそれでもそんな話をつけたのだろうな。簡単なことを言っても身にはつかぬ。だから坊主、考えろ。少しは見えてきているようだな。ありがたい助言がだいぶ抽象的なんでね。簡単なことを言っても身にはつかぬ。だから坊主、考えろ。ここより連戦になるな。その前にもう一つ話をしよう。昔、新選組に天才肌の少年剣士がいた。その少年が持っていた刀に金一万両の名刀があった。それだけだ。さ、戦え。負けるなよ。ここより連戦になるな。その前に一つ話をしよう。また？まあ聞け。昔、新選組に天才肌の少年剣士がいた。ねえ、その話俺にする？その少年が持っていた刀に金一万両の名刀が。それ作り話でしょ。そうだな。さあ戦え。負けるなよ。ここより連戦になるな。その前に一つ話をしよう。また？まあ聞け。昔、新選組に天才肌の少年剣士がいた。ねえ、その話俺にする？その少年が持っていた刀に金一万両の名刀が。それ作り話だよね。そうだな。さあ戦え。負けるなよ。連戦だ。行け。勝ってこいよ。最後の戦いだ。作り話であろうと、その話を付け加えたかった者がいたんだ。それに愛なのだろうが。もう行け。僕は少し泣く。
最後の戦いだ。分かってるって。まあさっきの話だけど、なんで俺にしたの？そうだな。だがそれでも作り話であろうと、その話を付け加えたかった者がいたのだ。やっぱなんか難しくない？あとは自分で考えろ、坊主。もう行け。最後の戦いだ。分かってるって。なあさっきの話だけど、なんで俺にしたの？そうだな。だがそれでも作り話であろうと、その話を付け加えたかった者がいたのだ。それがどうしたんだ？さあ、あとは自分で考えろ、坊主。もう行け。最後の戦いだ、行け。さて、監査官として締めるか。これより規則に従い評定に入る。新政府軍に味方して甲州を制圧。甲府城本丸内における強力な敵部隊との戦闘に勝利、歴史通りになった。敵の被害も歴史通りというところ、期待以上だ。政府には伝えておく。意味がまだあるかは分からんが、任務成功。戦果は確認した。帰還してよし。さて、監査官として締めるか。これより規則に従い評定に入る。新政府軍に味方して甲州を制圧。甲府城本丸内における強力な敵部隊との戦闘に勝利。しかしながら標的の完全な排除については不十分。仕事なんでな、こちらを報告させてもらう。徹底を期すため戦力を整え再出撃するといい。さて、監査官として締めるか。これより規則に従い評定に入る。本次行動は失敗。詳細はまあ確認してくれ。仕事なんでな、こちらを報告させてもらう。気を落とさずに戦力を整え再出撃するといい。達者でな。これから何があっても自らの主こそを信じなさい。どうした坊主、帰還しろと言ったろう。なあ、あの1万両の刀ってあんた？さてな。あ、達者でな。どうした坊主、
還しろと言ったろう。ああ、あの1万両の刀ってあんた。さてな。もう少し話くらい聞くけど。十分聞いてもらった。達者でな。何をだ坊主。は？は？なんでいんの？そう言うな。これからは同僚だ。よろしくな。俺の気持ちを返せ。坊主。げっ、なんで来てんだよクソジジイ。そう言うな。これからは同僚だ。よろしくね。俺の気持ちを返せ。